最後のチャンスかなと思ったんで、即答してやらせてくださいと言わせていただきました。シャボが出てきた時のマッチは、ビジラー、ビジラー、ビジラー、すごい、土俵です。そうですね、やっぱり久米さんとの試合が一番僕はもう本当、まあ、宝物みたいな風に思ってまして、あそこでなんか足りないものをいろいろ気づかされて。まあ、そんでまあ他団体でもうまあ似たような負け方して、まあ、連敗してまあそれなりにねいろいろ取り組んできてなんか実ってきたなっていうのは自分でもすごい感じるようになってきましたね。フィジカルだったりその一つ一つのポイントだったりとかをつかめてきたのかなっていう感じはします。はい、まあ、その連敗が本当に自分を変えてくれて、春日さんと組んで組み負けなかったってっていうのが、まあ、あの辺からやっぱ結構自分の中で自信がもう本当についてきて、だからまあ明さんの試合もまあ自信持っていけたんで、一つ一つがやっぱ意味のある試合だったのかなと思います。はい、自分の打撃がね世界に通用するっていうところをしっかりアピールして、こいついいじゃんって思われるような試合して人生をねまた少しずつ変えていきたいなと思ってます。はい、いつも通り、スパッと KO してみせます。応援よろしくお願いします。お願いします。最後にもう一ついいですか。俺が頑張るー。